倉、はい、倉林林子子、えー、日本共産党の倉林明子ですあの質問に入る前に、ですねあの自殺対策白書について、一言申し上げたいと思います。11月7日になって、ですねようやく令和5年度版の自殺対策白書が、ホームページ上での公開が停止されたわけです。これね、間違いが発覚したのはいつだったかということを確認しますと、10月20日なんですよね。 公表してすすぐ分かったんですよ間違いがあるってことはそれから2週間以上ですね、誤ったデータ等を何の断り書きもなしに掲載し続けたと、これ、責任極めて重大だと指摘したい、猛省を求めると同時にですね、改めて原因究明と再発防止策について、精査の上委員会への報告を求めたいと思いますご協議をお願いします。 はい、委員会、委員理事会理事会理事会で検討させていただ、協議させていただきます。はい、はい、黒林昭子君。あの今日再々議論にもなってますけれども、私からもケア労働者の賃上げについて質問したいと思います。総理はですね、コストカット型経済の転換ということを掲げられました。そして予算委員会ではですね、田村元厚労大臣が 社会保障がコストカット型になっていると、その結果、現場がです、ね、非常に厳しい状況になっているという指摘をされました。その上で、今度の医療、介護、福祉のトリプル改定では、今までにないぐらいの報酬改定がないと、地域の介護や医療が壊れてしまうと、こういう声も紹介されました。本当にその通りだと思いますで大臣は トリプル改定を見据えた必要な対応を総合経済対策においても検討したいという答弁でありました、具体的な検討状況について、まあ、検討しているところだということであろうかと思いますけれども、方向性含めてご答弁いただきたい。はい、竹見大臣あのののの今年度中中対対応としてその経済対策の中で この課題は取り上げてあり、かつまたその予算措置も補正の中ですることになっております、でその上で、今年度、そうした措置をした上で、その後の継続したこうした賃金の確保というものをトリプル改定の中で対応するという考え方を持っているわけであります。そしてあの委員ご指摘のとおり医療介護福祉 の分野におけ喫緊の課題に対応するためにこの人材確保に向けて賃上げに必要な財政措置を早急に講ずるというふうにこの経済対策でもなっておりますので具体的な対応策の内容については今実は本当の本当の最終調整段階に入っておりますのでそれが速やかに その整理された上で、私どもはそれに基づいた対応を直ちに始めたいと考えております黒林明子君今、適正な水準というのはどういうところなんだっていうような議論もありましたよ、で報道によりますとね、えー、来年2月から介護職員と介護補助者の賃金を月額6000円引き上げる方向で調整中と、すでに何社かで報道しております。 賃6000円なんていうのはね、ふざけるなって声が声上がってますよ、介護職の離職がこれで止まるかと、介護職と介護補助者以外っていうのは、職種も出てこないんですよね、この賃上げの方向っていうのは、こうどういう検討状況でしょうか武見大臣あの。今回の経済対策における医療、介護、障害福祉分野の具体的な対応について、金額や対象となる職種を含めて、 具体的な対応策の内容については、今、まさに最終調整な状況でございますので、それを踏まえて速やかに対応してまいりたいと思います。その上で、令和6年度の同時改定においても、この経済対策におけるさまざまな対応を踏まえて、政府として産業全体の賃上げを考えていく中で、医療、介護、福祉の分野の賃上げの在り方について考えると。 いうののがその基本的な立場でございますでに6000円っていう数字出てるのでね、あのこの数字見て、非常に絶望的なあのかいい印象がですね広がってる、現場に広がってるわけですよね。あの補助金を補正予算で確保し、恒久的な賃上げは報酬改定だっていうときに出ている数字だから、より不安が広がってるんですよ。 このままやったらね、転職、離職っていうのを加速させかねないと、厳しく指摘しておきたい。で、既にですで、ね、に始まってるんですよ、人材の流出はね。2022年には前年よりマイナス1.6%介護ですね、実数で6万3000人の減少だっていうわけですね。調査開始以来、この介護就労者が減ったのは初めてだということです。利用が断られる ヘルパー不足っていうのはもう災害級に拡大しております。今でもですね、介護保険は崩壊寸前だっていう現場の声です。介護報酬の改定で財源を賄おうとするとですね、何が起こるか。利用者負担の増大が避けられないっていう構図になってるんですね。これ、これ以上の利用者負担増はサービスの利用抑制。これ招くことは明らかなんですよね。 家族介護による介護離職の増加、これに直結していくっていうのが、もうすでに傾向出てるわけですね、私は賃上げに必要な財源っていうのを、保険料で、診療報酬で、あ報酬で引き上げるっていうことに、プラスですね、公費でしっかり確保していくと、国庫負担率の引き上げっていうことを本気で考えないと、全産業水準の賃上げなんていうのは、ね、到底できないと。 思いいますけれどもいかがでしょうか大臣あのご案内のとおり、介護保険制度というのは、保険料負担、公費負担、利用者負担のこの組み合わせによって、その国民の皆様で支え合うということで、初めて持続可能なものになっていくわけですで。介護職員の処遇改善については、基本的にこうした枠組みの中で対応していくということが適切であると考えます。 それから介護保険制度は制度創設以前の全額公費による措置制度を改めまして、給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用し、保険料、そして公費でそれぞれ5割を負担する仕組みとして創設されたところであり、公費負担割合を引き上げるということについては、私どもは慎重な立場を取っております、はい、黒林昭子君。 介護の社会化っていうことで、介護保険導入時の期待というのは非常に大きかったですよ、そのときの出発した枠組みをこのまま続けたらどうなるかっていうと、介護の支え手がいなくなるっていうところに直面してるんですよね、その限界を見極めた上で、どうやって介護を支えていくのかと、介護保険の制度の持続可能性の前に、 介護の支え手がいなくなっちゃうっていうような事態を、どうやって避けるかっていったら、この本気で公費の負担割合を増やすっていうことを正面から検討すべきだと、考えないっていうようなことでは、限界に来てるっていう現実打開できないと思いますので、申し上げておきます。そこで次はね、福祉,の人福祉現場の人材不足についてです、これ、事業存続の危機という状況になっております。 これ団体共差連が実態調査を緊急にやっておりまして、充足率、正規の職員で言いますと 53.、53.5%しかないと、非正規でも59.9%だと、応募が、募集をかけても応募はないと、応募があったと思ったら、60歳、60代、70代という高齢者ばっかりだっていうんですね。で経験もないっていう人たちがあの がよううやくく応募してくるってるるいうような状況になってるんですよでね、障害者サービスにおける人手不足に対して、総合経済対策、今度の補正での具体化っていうのはどうなるのか、報酬改定の検討状況っていうのは、どう進捗しているか、はい、竹見大臣。あの昨今の賃上げの動向や人手不足の状況を踏まえれば、障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応は、 極めて重要な課題であるということは、しっかり認識をしております。そして令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けましては、現在、障害福祉サービス等報酬検改定検討チームにおいて、え議論中でございますで。人材確保対策についても、委員ご指摘のとおり、非常に重要な課題として、論点になっております。 で引き続き障害者に対して必要なサービスが今後とも安定的、継続的に提供されるよう、この経済対策の取り組みと組み合わせて、こうした検討を進めていきたいと思います林明子君さっぱり中身がわかりませんでした、あの今ね、どんな実態になってるかっていうと、サービスが提供できないっていう事態起こってるんですね。 24時間介護が必要な障害者に対して、就寝中の寝返り支援を断らざるを得ないという事態が起こってます。食事介助も、もう一人、人数がいないので、順番待ちで食事介助せざるを得ない。で、送迎は打ち切る。入浴回数は減らす。人手不足がですね、大臣ね、あの障害者への支援に、ダイレクトに今、影響出てるわけですよ。 障害,者支援の障害者支援に対して、こんな影響っていうのはあっちゃならんと思うんですけれども、大臣の認識、いかがですか武見大臣、はいえーあのー、障害福祉サービスが安定的で継続的に提供されるということが、大変に重要であって。 必要なサービスを提供するためにも、障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応というものについては、極めて重要な課題であるという認識は私も持っております。でこのため、今般の経済対策においても、この喫緊の課題に対応するための人材確保に向けて、賃上げに必要な財政措置を早急に講ずるとしておりまして、現在、金額を含めて、 具体的な対応策の内容について検討を行っているところであります。決まり次第速やかに実行するための努力を始めたいと思います黒林明子君。その中身が本当に問われていると思うんですね。今、人手不足が障害者への支援をカットせざるを得ないというところまで来ているわけですよね。そこで、ね、社会保障障ののコストトカッにによって日本の社会障害者福祉等に係る公的資質 これ一体どういうふうに推移してるかっていうのを、これ oecd の資料を今日は1枚あのお配りしております。大体いいですね。真ん中の赤い線が oecd の平均。 となっておりますす青いのはあの最高位で,すで日本がグレーの線なんですけれども、ずっとね、ちょっとずつ上がってるというものの、ほぼほぼ1.1%ということで、OECD 平均の半分程度にとどまってるという状況が見て取れるかと思います。これ結果です、ね、消費福祉労働者の 賃金というのは、まあ、月収23万円ということで、これ、宿泊業や飲食、サービス業を下回っているというのが現状なんですよね。こ OECD 並み、平均並みに公的支出として引き上げるということで、やっぱ大幅賃上げ、これ、踏み出すべきじゃないかと、せめて OECD 平均並みの公費支出、求められるんじゃないかということですが、いかがでしょう。 あの私もこういうデータの国際比較分析、ずいぶんやってまいりましたけれども、あのこの障害者福祉等の公的質に関する国際比較についてもです、ねあの、各国の障害福祉制度であるとか、社会的背景の違い、それらがあるために、単純な比較というのは、実際にはかなり難しいです、しかし同時にです、ね、この障害福祉関係予算について、サービスの充実や利用者の増加などの要因によって、 えー、平成18年、障害者自立支援,支援法施行時からあ、これは3倍以上に我が国でも、あの額は大きくなっているわけですで、いずれにしてもこの障害者本人の希望に基づいて、安心して地域で生活できる社会を実現するということが、大変重要なことであるという認識に基づいて、引き続き、 障害福祉サービスを必要とされる方への適切なサービスの提供に努めてまいりたいと思います。林君だから現状ね、適切なサービスができなくなっちゃってるっていう人手不足に陥ってるっていうところなんですよ、だから思い切った、まあ、3倍になったっていうけれども、比率は変わってないんです、GDP の比較で見ればね、まあ、いろいろあの比べるものが違うっておっしゃるけれど、ずっとこの差は残ったままとなってるわけですよね。 でね、一旦や,やっぱり何が一番のネックになってるかっていうと、この障害福祉の報酬のところでいうとね、日額払いなんですよ、これ、コロナのときにね、これ日、日額払いっていう体系のために、もう大幅な減収を余儀なくされました、で経営の不安定化の要因ということになりました。 今回の報酬改定についてね、この日額払いをさらに細分化して、時間払いにというような議論までされてるっていうのは、非常に危機感を持って受け止めました一。一層のね、報酬削減につながりますよ、これ、こんなことやったら。サービス提供に支障をきたすような事態を避けると、その必要なサービスを本当に届けるためには、人件費などね、固定費については、 最低月額払いという見直しこそ今やるべきだと思います、どうでしょう。見大臣あのお尋ねの報酬の支払い方式ですけれども、この障害福祉サービスの利用が日々、複数のサービスを使い分けることができるように。 日々の利用実績に応じた日額払い方式によって、報酬が支払われる仕組みになっております、でこれはあの介護保険制度だけではなくて、医療保険制度の報酬も全く同様でございますで、利用者がそのニーズに合ったサービスを選択できるようにすることは重要であって、今後ともこの日額払い方式は維持していくべきであると考えていますく倉林明子君。 全部の出来高払い、日額払いを見直せということについては、今、限界あるんだと思うんですよね、答弁聞いてても。ただ、やっぱり人件費は固定費です、でこの固定費のところを通あの、要は利用があってもなくても、人は抱えとかなあかんわけですよ。で、報酬は低いと。だからこの人件費を最低 あの賄えるように、そこは安定的なあの月額制ということについて踏み込まないとあの、来てくれませんから、福祉労働者集まりませんから、流出してますから、そこについての踏み込みを重ねて求めておきたいと思います。でそこでで医医療療なんすすけれどもこれ日本医療連ののの直近の調査によりますと、ね、看護師の 離職が採用を上回っていると。で、深刻な人手不足が広がっておりまして、何が起こっているか。病棟閉鎖、集約、稼働病床の削減による入院の受け入れ制限っていうことまで起こっているっていうんですよ。私ね、看護師の、こんな中でですね、こうした中で、看護師の一時金のカット。 医療職ですね、一時金の、年末の一時金のカットが始まってるんですよ、こういった直近の状況について、厚労省、どう把握してるでしょ答弁あるでしょ浅沼局長委員長。はいえー お答えいたします、えー、一時金のカット、いわゆる冬のボーナスについては、まあ、一般的には来月12月に支給されるものと承知しておりまして、まあ、今はあ、のー 各医療機関の内部において調整がなされている段階と承知しておりますが、その実態につきましては、日本看護協会などと意見交換を実施し、関係団体を通じて、適宜把握を行ってまいりたいと考えております、今の議員のご指摘も踏まえた上で対応させていただきたいと思います。倉林彦君 いや実態にね、看護師の離職、転職によって、病棟の入院の受け入れ制限まで起こってるっていうことは、医療の提供体制が、コロナがこれだけね、収まってきているにもかかわらず、そんなこと起こってるんですよ、あのそれは医療提供体制に関わる問題だから、深刻に受け止めて、早急につかむべきだと思う、で、実際に医療連の調査によって、どんなあの冬のボーナスのカットの状況が生まれてるかっていうことをね、 聞いていますと、なんとですね、回答があった病院の4割だって言うんですよ、10万から20万円の削減が提示されてるっていうわけですよ。あのね、今の看護職の離職の方が採用よりあの多いわけですよ。もうね、こう現場で働き続けるっていう意欲さえもなくなって、さらに加速させかねない、離職を加速,加速させかねない。 もう地域からね、医療提供体制がボロボロと崩れていくようなことになりかねないと、こういう危機感で現状の把握、今、するっていうお話でしたので、看護協会にとどまらずですね、看護協会にとどまらず、医療連も含めて実態早急につかむべきだということを重ねて申し上げたいと思います。そこでで処遇ののの改善で待ったなしなしが全ての看護師を対象に 賃上げが可能となるようなこれ診療報酬の引き上げだと思うんです、この間やられてきた診療報酬での看護師の処遇の改善というのは、コロナ対応だったりですね、救急を一定数受け入れてないと対象にならない、3分の1ぐらいですよ、だから対象になっている看護師はね、で手当てでっていうのが多いんですよ、これ看護師を分断する、こうした線引きっていうのはね、本当に良くない。 こういうやり方を見直して、すべての看護職を対象にした賃上げ、これが必要だと思います、大臣、どうでしょうか。見大臣あの。看護職員についてはあの、委員もご指摘のとおり、令和4年10月より、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員対象に、給与を3%引き上げたわけでありますけれども、まだそれは一部の対象でしかなかったと。 というご指摘はそのりりであります他方で昨今の高水準となる賃上げの動向等を踏まえれば、現在は評価量の対象外となっている医療機関の看護職員や、リハビリテーションなどを担う医療関係職種も含めて、公定価格となっている医療分野等における賃上げへの対応は、重要な課題であると認識をしております。 こうした状況も踏まえて、令和6年度診療報酬改定においては、今般の経済対策の内容を踏まえ、物価高騰、賃金上昇、経営の状況、支えてから減少する中での人材確保の必要性、患者負担、保険料負担への影響を踏まえて、患者が必要な医療を受けられるよう、必要な対応を検討してまいりたいと。 考えております林、はい、ところがね、今、看護師をもっと少なくても対応可能にしようかというような見直しも検討されてます、旧世紀の看護体制が7対1、これ10対1でもいいんじゃないかと、これ逆行ですよこんなことは認められないということ一言申し上げたい、その上でねあの、医療、介護、福祉分野で働く労働者というのは、大方900万人と。 言われておりまして、全労働者の14%を占めるわけです。政府が賃上げで経済の好循環を牽引するのか、それともですね、足を引っ張るのか、今度の経済対策及びトリプル改定っていうのは、その本気度がね、問われてると思うんですよ。本気でね、経済の好循環っていうんやったら、高定価格で賃金を上げられる。ましてこのケア労働者の分野での思い切った賃上げ。 思い切ったトリプル改定に向かう決意を示していただきたい。武美大臣、えー、先般の閣議決定をいたしました経済対策においても、これらの分野について喫緊の課題に対応するため、人材確保に向けて、賃上げに必要な財政措置を早急に講じることとしておりまして、その具体化に向けて検討しているというのが、しっかりとした認識に基づく私どもの覚悟であります。 でまた、令和6年度の診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の同時改定においては、こうした対応も踏まえつつ、厚生労働大臣として、必要な処遇改善の水準の検討と合わせて、現場の方々の処遇改善に構造的につながる仕組みを構築すべく、医療、介護、障害福祉の分野での賃上げのあり方について、真剣にこれを考えていきたいと思います黒林暁子君。真剣にね、結果を出していただきたいと。 いうことなんですのこのトリプル改定っていうのは2年,2年間あるいは三年間っていうね賃金,賃金を構造的に枠はめることになるわけですよここで本気で経済の好循環コストカット経済の転換だという姿勢が示されるかどうかだと思います大臣はですね初心で厚生労働行政は国民の生活を生涯にわたって支える使命を担っているとおっしゃいました改めて責任の重大さに身の引き締まる思いだと 述べられました大きな転機が今度のトリプル回転になることは間違いないと思います重大な決意で臨んでいただきたい終わります